Welcome to Gundam Online! どうも、シルです。今回はテーマを持って戦うぞ。きたー、超久々に見ました。どうも、高機動試作型。しかも見てください。見てください。男の装備です。男の装備です。ヒートランサーのみ。しかも今回、ヒートランサーのみ、しかも D2 みたいなんですね。これ何を意味するか。まあ、見ててくださいよ。この男の行動が、真ん中にちょっとシャア族が復権しました。角見つかりました。なかったんです、ずっと。スーパー移動速度。武器なんてこの一本だぜ。お前ら遅いね。おそらくワンブーストであそこの辺行けちゃうんじゃねえのみたいな。うお、超投げ。まあただね、高機動カスタマイズじゃないコンカスですよ。今噂のコンカス。完全にネズミ特化ですよ、こいつは。興味がない。歩兵戦とか興味がない。俺は B を切る。スーパー移動速度で移動するこの赤い影。こんなとこ取らないよ。ムシムシ。で、これ地雷やったら壊せないっていう。ひどい。見てください、このゲージのヘリ。めっちゃ減った。すげえ。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択して出撃する機体を選択。この芸人さん見てください。たった一人でこれをやりましたからね。初動。200ポイント入った。バカす。ひどい。ひどい。これネズミ特化というのはこういうことか。やってみたいと思ってたんです、ずっと。コンカスが強化されてね、これはいけるんじゃねえのっていう。私実は高機動カスタマイズじゃなかった、これ外れだとずっと思ってたわけですよ。と思ってましたけど、これ当たりか、もしかして。今なら、今もう、また次行きますよ。 B 一人で3分の1を3分の1近くを削った男。点数がおかしい。点数がおかしい。時代はこれからこれですよ。私が一つの時代を築いてしまったかもしれない、この敵コロにおいて。直射しろ。これ核もいけちゃうんじゃねみたいな感じですよね。もう早く早く次の行動もよこせ。これ普通、ただ格闘で殴れる本拠地のみ限定っていうのが限られてるんで、すごく限られてますよ。箱型は無理ですからね。ええ、
箱型はそもそも殴れませんしって。あら、結構硬いですね。落ちてった。やべ、壊れちゃった盾が。いいんだ、別に。おっと、痛い。ヘルプ。そう、だから他に使えるマップがそんなにないっていうですね、非常に限定されてる。とても超限定ですね。非常どころじゃないです、このマップ。あとどこかだろう、あとどっか、まあまあ模索しますけども、この敵コロのこの3本拠地限定、現時点ではね、私の思い浮かぶ中ではそれ以外に考えられない。なんか昔はね、あとは鉱山基地とかですかね。とにかく箱型が主流において、攻撃ができないので、格闘で殴れる本拠地が限定っていう、非常にピーキーですね。護衛戦、何それっていう、美味しいのっていう。いやー、素晴らしいですね。点数が笑える、だから超限定されました。たまたまここが出たんでね。やった、来たぞ、行くぜ、おい、イエースって感じです。いやー、いけてますね。あー、やべ、ちょっと当たっちまったで。残念。もうね、使うし、これはもうよほどのことがないと。いや、初動特に重要ですね。あー、3、何やってるんですか、何やってるんですか、3、これしかないですからね。6分ぐらい、これのみ格闘。これぞ男の装備ですよ。残念。あれがどっちのレーダーかもですね、目視じゃ確認できない。まあ、右上のマップを見て初めて分かるっていう。ありさまですよ。割とね、こいつブーストチャージが早いんですよね、どもより。だから私は結構ですね、こいつよりドムより使いやすいです、こいつの方が。まあ、地雷でこけないっていう。やめてくれ。地雷でこけない。ウケる。こけなかったっていう。あ、これ地雷じゃないの、バズーカでしょうかね。全然こけません。だからバランス200ぐらいあるんで。まあいいんです。もう2機用意したら楽しいことになると思うんですよ。ただここだけ限定ねっていう。ここ以外使い道がねえ。それもまたピーキーすぎるんですけど。いやね、最近ちょっとね、いろいろと同じような機体でずっとやってたんですけど、なんかね、個性が欲しい。私個性が欲しいわと思いましてですね、ちょっといろいろ模索中です。新しい可能性を常に、ね、模索する。そんなんでいいんですか、そんなところで。
右からいた。いやいいですね。歩兵もそこそこできますしね、他の機体で。だ他が低コストの銃撃がいるので、まあなんとかなるという間のつなぎのこの子たち。割とこの子たちも特攻しよう。だからね、空中に浮いてるマップでもできるようなのがねあればね、次考えてるんですよ。自分のためだけに壊すっていう最低の、準備、道を確保する。私はそのために他の機体を使いしてる。4が取れたらもう最高ですね。ただ4を取ると敵が5に、X に、Y には湧いちゃう、 C、B か B には湧いちゃうので、それはそれでね、難しいところではあります。惜しい、もう一匹やれたと思ったんだけど、さすがに硬いですね。早く、この辺はレーダーないっすね。よしよし、道はある。あと1分かよ、長いな。2機用意したいですけどね。コンカスじゃない、もう1匹いるんですけど、フラッシュなんで、そんな火力出せないですよね。それだったら、あ、もう1匹ね、特化できるやつがいたわ。今度は箱型もいけるっていう。ただね、ま、もうちょい短いって、ドムがやっぱりその辺いいんでしょうな。ドムがいいんだと思いますよ。B 行ってますね。素晴らしいですね。 A も行ってる。ちょっとここで歩兵戦をしつつ、危ない。うわ、すげえ爆発時間長いんですけど、びっくりした。めっちゃ減りますね。あと3発しかない。あ、 B 行ってますね。素晴らしいですね。 OK、 弾がない、あまり弾がないぞ。わしに弾を。さあ来ましたよ。よし、近く行っちゃう。途中で変わってって変わるよ。さあ行こう行こう。間に合う。
早い早い早い。こけないですからね、簡単には。イエス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 。いいですね、これはいいですね。やべえ、こいつが決めた試合を。こいつが試合を決めた。ネタじゃ、ネタとは言わせねえぜっていうデッキでございました。あー、なんか試合を決めた感がしてすごい嬉しいんですけども。究極のテキサスコロ対テキサスコロニービルドです。テキサスコロニー3本拠地限定ビルド、高機動、高機動ドーム。いやー、いいですね。これ、ダッシュ制御さん、かつですね、バランスで、機体バランス207っていうですね、ブースアップ 10% っていうですね、もうあれこれしかないです、武器はっていう。他知りません、一切ありません。いやー、いいですね、今回はレベル5に上げようと思ってます。今集めてます、ちょこちょこ。素晴らしいですね、他はおまけです、完全に。ぜひですね、まあこういうネズミに特化すればやれるというのが分かったの、初動見てください。あのね、蹴っただけで200ポイントいったっていうめちゃくちゃな感じになれるので、ぜひですね、こういう本拠地にネズミをするビルドを考えてみるのも一つ面白いのかもしれません。それでですね、テンションのまま、例えばまあこれはね、敵コロでしか、まああとはニューヨークの3本拠地とかかな、すごく限られてるビルですけども、まあぜひですね、こういうのを試してみてはいかがでしょうか。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。